1分でわかる北九州市長選、現在4人の立候補予定者がいます。それぞれ元国交省官僚の津森洋介さん、自民党の主流派、そして公明党、立憲民主党、国民民主党、そして何より北橋健二現職市長の支援を受けております。それに対する元厚生労働省官僚の竹内和久さん、自民党の反主流派、また、末吉浩一元市長、これ北九州でまだ人気ですね、こちらの方からの支援を受けております。そして青年会議所理事の清水博明さん、それに対して共産党の永田浩一さん、この4人の勝負になっております。